第一次祝戦争は、パンジャーブ地方など、北西インドにおいて、イギリス東インド会社と宿王国との間に、勃発した戦争。宿王国の砲兵隊19世紀前半、宿王国の創始者、ランジート・シングは、パンジャーブを越え、北西インド一帯にまたがる広大な領土を、獲得した。祝王国は、イギリスの支配を廃止、その領土通過を許さず、19世紀において、 イギリスとの第三次マラーター戦争で、マラーター同盟が滅亡した後も、王国はインドで唯一の独立国としての地位を保持した。1839年6月27日、ランジート・シングがシュトラ・ホールで死亡した。彼の死後、王国は政治不安に陥り、深刻な後継者争いに陥り、数多くの支配者らが死亡した。こうして、 1843年9月21日に、ランジートシングの末の息子ドゥリープシングに王位が、渡ったが、まだ5歳の少年であった。一連の内乱で台頭したカールサーと呼ばれると強力な軍団が政権を握った。彼らは愛国的で勇敢であったが、全く統制の取れていない軍隊であった。また一方で、イギリスはイラン方面からのロシアの脅威に備え、 1838年にアフガン戦争を起こし、これには宿王国も味方したが、1842年1月に大敗を喫していた。そのため、イギリスはアフガニスタン側の領土を欲し、1832年以降から介入していたシンド地方を、1839年の領土を保証するというシンドのアミールらとの条約にも、かかわらず、 1843年に併合していた。分裂状態にある、祝王国もその例外ではなく、イギリスは1809年にランジーとシングと結んだ、不可侵条約アムリトサル条約が忠実に守られて、いたにもかかわらず、その領土を狙うようになった。1845年秋、イギリスがボンベイから開花用のボートを、サトレジ川岸のフィールーズプルへと送った、という噂が流れた。 補強部隊のための兵舎が前線基地に設置されるとともに増強のための連隊がパンジャーブに派遣されると、高戦的なカールサーラはイギリスの侵略を意図して対抗策に出た。ただ、縮領主らがすでに裏切ってイギリスと内通していることは知るよしもなかった。ソブラオンの戦い1845年12月、インド総督ヘンリー・ハーディングが フィールーズプルへ向けて進軍中であると伝わると、祝王国側は攻撃を決め、同月13日に両軍はそれぞれ戦線復刻した。祝王国側は国家の危機に際し、祝教とムスリム、ヒンドゥー教徒が団結したが、指導者である祝領主の中にはすでにイギリスに就いた者もいた。同年12月18日、祝王国軍は、 イギリス軍とムドキーで回戦し、イギリス軍に大きな打撃を被らせたが敗北した。12月21日から22日にかけて、シク王国軍はフィールーズシャーでイギリス軍と戦い、激戦の末に敗れた。また、この戦いで軍を率いていた最小のラールシングと軍総司令官のテージシングは敗北を見て、これ以降秘密裏にイギリスに通じることとなった。 1846年1月28日、宿王国軍はアリーワールでイギリス軍と戦ったが、またしても敗れ、イギリス側の有利へと傾いた。同年2月28日、宿王国軍はソブラーオーンでイギリス軍に大敗を喫し、1万人の犠牲者を出すという壊滅的な打撃を受け、戦闘不能となった。2月13日、イギリス軍が 王国のシュトラホールへと48キロの地点にまで近づいたため、宿側は交渉を開始し、同年3月9日にラホール条約の締結に至った。ラホール条約より講和が成立し、シュトラホールにはイギリスの駐在官と軍隊が置かれ、王国はジャンムー、カシミール、ジャーランダルドアーブなど多くの領土の割譲を余儀なくされた。また、王国の軍隊も 不評2万と、騎兵1万2000に縮小を余儀なくされ、ラホールには、イギリス軍が配備された。またこの時、戦争でイギリス側に協力したジャンムーの領主グラーブ、シングは500万ルピーの支払いの見返りとして、カシミールを活上された。これにより、ジャンムーカシミール藩王国が成立した。同年12月16日には別の条約の締結を、余儀なくされ、 イギリスの駐在官は王国においてあらゆる権限を行使できるようになった。また、イギリスは自らの判断によって王国の各地に駐屯地を置くことが認められた。しかし、これらの植民地支配による各種の改革が王国に導入されると人々の不満が高まり、1848年4月に人々の不満が爆発して反乱が起こった。ありがとうございます。